お前は看護婦なのか。いいえ、まだ研修生で。名は何という。北条美鈴と申します。美鈴か。今度の往診の際には一人だけでわしの部屋に寄りなさい。え、いいな。かしこまりました。常味の歌会は無事に終わったのか。形の上では終わりましたが、もはや意味はなさないでしょう。ジュナのエネルギーはじきに暴走する。清春よ、お前は何も感じないのか。は、満ちておる空気が変わった。お伝えいただきたいのですが。ん？上東家に伺っても、もう増幸様のお部屋には参りませんと。